延長火の刃持て。時は五冠末期、朝廷内の権力争いにより世は大いに乱れていた。さらに天変地異や凶作が相次ぎ、民は苦しみの底にあった。そんな中、張覚という男が現れる。彼は紀州で太平道を起こし、人々を救済。瞬く間に民の心を掴んでいった。そして中平元年、張覚率いる太平道は漢王朝に反乱を起こす。頭に黄色い布を巻いた黄巾党が各地で一斉に立ち上がった。後の世に言う黄巾の乱である。朝廷は直ちに乱を鎮圧しようとするが、虚しく敗北を重ねた。400年続いた漢王朝の命運は今まさに尽きようとしていた。足の向くままに歩みきて、かようなところまで流れてしまったか。これ以上無意にさすらうわけにもいくまい。関羽、あざなは雲長、義を重んじ武に長けた男である。だがその義心ゆえに横暴な豪族を斬り追われる身となる。自分の刃を捧げるべき人物を求め、関羽は放浪を続けていた。我が刃を捧げる大器とは言わぬまでも、共に磨き合える人物を見出したいものだ。何の騒ぎだい、こりゃ。ああ、太守様が義勇兵を集めてるってよ。黄巾つったか、例の奴らがここいらにも来るってよ。へえ、そりゃおっかねえな。黄巾討伐の義勇兵とな。腕に覚えはあれど、今まで軍務についたことはござらぬ。ここいらで一兵卒として戦うのも一興か。大変だ、黄巾が来たぞ。もうこの村のすぐそこまで来てる。どうすんだよ、今から助けを求めたって間に合わねえぞ。みんな落ち着け。こうなっては戦って村を守るしかあるまい。黄巾も我らが戦うとは思っていないはずだ。その隙をつけば勝機は見える。俺たちだけじゃ戦うなんてとても無理だ。ありったけの蓄えを出して頭下げるほかねえよ。なんだってわしらの村に。早いとこ逃げる準備をしねえと。誰か私と共に村のために戦う者はおらんのか。そこの御仁、その心意気、見事拙者も堂々し黄巾を懲らしめようぞ。ちょうど暴れたいと思ってたところよ。俺も行くぜ。そなたらは、ここらでは見ぬ顔だがありがたい。私と共に村を守ってくれ。任せ、皆を脅かす黄巾党を打ち払う。我らの手で裏に安寧を取り戻すぞ。
協力に感謝する。私は龍玄徳。そなたらのような異常夫と戦えて心強い。拙者は菅雲長と申す者。これも何かの縁。以後お見知りおきくだされ。俺は縁起と長飛ってんだ。別府氏には自信があるぜ。まあ、よろしくな。今は黄金の夜、俺たちの天下だ。邪魔する奴に容赦はしないぜ。お前ら黄金島の邪魔しようってのかい。だったら怪力俊足俊足様と勝負だぜ。なんてこった。こんなにすげえ人が世の中にいたなんて。顔洗って出直してきやす。だから次会った時は古文にしてください。敵将討ち取ったり。菅雲長、義を貫き進むのみ。みんな安心してくれ。この村を狙った黄金は我らが討ち果たした。なんだって。本当にあんたらが。嘘ついてどうなるんだよ。散々打ち負かしたからな。しばらくは攻め込んでこないと思うぜ。全てはこの御神が戦おうと呼びかけたおかげ。みんな礼ならば劉備殿へ申すがいい。あのむしろ売りの劉備が俺たちを助けてくれたのか。ありがとう、ありがとう劉備。この礼は必ずするぜ。いや、私は当然のことをしたまでだ。礼などどうして受け取れよう。皆が何者にも脅かされず無事に暮らせるのが私には何より幸せなのだ。聞いたか、縁起と長飛よ。この時世に民の幸せを第一に考えるとは。あちこち見てきたが、あんなやつ初めてだぜ。それに敵にビビらねえ度胸はあるし、腕もなかなかときた。ただものではなさそうだな。ああ、面白いやつに出会えたもんだ。そなたらはあの考察を見ていたようだが、義勇軍に入るおつもりか。まだ分からぬ。だが強く心が動かされたことは確かだ。この混沌の世を正し、乱に苦しむ人々を少しでもこの手で救えるのならば、義勇兵として立つのも良いかと思っている。立派なこと考えてんな。俺は自分の腕っぷしを生かして暴れる連中を乗せるなら義勇兵もいいと思ってよ。なるほど。拙者は流浪に飽き、寄る場所を得たいと思案していたところ、考察が目に入り申した。志は違えど、我らは考察のもとに集った。どうした、どうであろう、三人で共に義勇兵に志願するというのは。おう、俺は構わねえぜ。なんだがおめえらとなら気が合いそうだしよ。拙者も同じ思いにござる。では共に参りましょうぞ。まあそんなにせくことはねえじゃねえか。せっかくお近づきになったんだ。一杯くらいやっていこうぜ。そうだな。私ももっとそなたたちのことを聞いてみたい。では酒場に向かうとしましょう。積もる話はその場にて。
なんと劉備殿は中山西王の末裔であらせられるのか。公金を追っ払った時にただものじゃねえと思ったが、おめえすげえやつだったんだな。遠い血筋の話だ。今はこの通りむしろ売り日々を暮らしている。なんだってそのむしろを売ってただけのおめえが急に村を守ろうだなんて言い出したんだ。まさか血筋だからだとか言わねえよな。それもある。だがあの時はただこの村を皆を守りたいという思いでいっぱいだったのだ。戦での自らの生死よりも民を守ることを選ぶとは、なんという御仁か。まったく大した野郎だぜ。こんな奴に出会うことになろうとは世の中わからねえもんだな。私もお二人のような異常婦に出会えて光栄の至りだ。先の戦での勇猛ぶり実に見事であった。我らがここで出会ったこと、何やら天啓によるものと思えて仕方ありません。ああ偶然にしちゃ俺たち妙に気が合うよな。そこでどうであろう、我らここに兄弟の契りを結ぶというのは。おそいつはいいじゃねえか。俺は乗るぜ。おめえらとはなんかでけえことができそうだ。兄弟、そなたたちとか。だが私のようなもので本当に良いのか。さよう。我らが長兄は劉備殿を置いて他にはありますまい。のう弟よ。なんだ、俺が一番下かよ。そうと決まれば場所を変えて誓いの儀を行いましょう。どこか良いところがあれば良いのですが。それならばこの村の桃園がよかろう。ちょうど今時分花が咲き誇り、実に見事な眺めだ。しかし不思議なものだ、出会ったばかりのお前たちとこうして兄弟の契りを交わそうとは。時を要さずただ心でつながり合う、それが縁というものであり絆というものでござろう。そうであろう縁妃と長妃。欲得だ。兄弟ってんなら肩肘あったのはなしにしようぜ兄者。うんそうだな、欲得の言う通りだ。じゃあ和樹と行こうぜ。うん、うん、おい、我ら義にて結ばれし三兄弟、生まれた時は違えど死ぬ時は同じ年同じ月同じ日を願うぜ。いざ行かん、神の世を目指して。おう。出資ご苦労。世を乱す公金どもをここで一掃する。お前たちも存分に働くのだ。
義勇軍は官軍の補佐に回ってもらう。ここで功を挙げ取り上げてもらおうなどと思うな。お前たちにはお前たちの部というものがある。それをわきまえ行動せ。なんだ、大層な盾札で人を集めておいて功をあげるなだと。我らに功をあげられては官軍の面目がなくなる。それを恐れているのであろう。面目？そのようなものに縛られていてはいつまでも国は良くならぬ。大切なのは今目の前の人々を救いたいという志のはずだ。そうだぜ、その一だ兄者。あいつらの言うことなんぞへでもねえ。うん、我ら兄弟の部にて官軍以上の戦果を上げましょうぞ。よし、行くぞ。黄巾の脅威を除き民の安寧を取り戻すのだ。よう、何じゃ。人心を惑わす者を放っておけん。黄巾党の領袖張角を討つのだ。見よ、これぞ天より授かりし奇跡。な、急に兵士が現れたぞ。どうなってるんだ。あの、ようこそ、いらっしゃいまし。今後ともごひいきに。我が義を貫かん。よけい。せよ。ありがとうございます。
それでよかろう。よくやってくれた雲長。思っていたより敵の数が多い。こりゃ簡単には勝てそうもねえな。方針殿、言葉を慎まれ。兵に聞こえては士気に関わります。うなれ、どよれ、これで勝ったと思うなよ。敵将討ち取ったり。やってくれるぜ。さすがは兄者だ。どれ、これで勝ったと思うなよ。皆の規範となるよう、これからも精進せよ。嘘だろ、我が義に倒されちまうなんて。助けてくれ。貴殿、おかげで窮地を脱することができた。救援感謝する。乱の迅速な平定のため、貴殿らに協力しよう。関雲長、意を貫き進むのみ。お見事、見せつけてくれますな。そういえば、敵兵から押収した地図が聴覚が生み出す兵に関係するよう、牧羊、そして行に印がつけられている。厳密に調査すべきか。よし、ここで防御体制を取るのだ。虎で追い詰められるとは、黄金との力見誤ったか。官運など口ほどにもない。このまま押し潰してやる。ここは引く。敵将討ち取ったり。反雲長、意を貫き進むのみ。よくやってくれた雲長。やってくれるぜ、さすがは兄者だ。九死に一生を得るとはこのこと。本当にいいところに助けが来たものだ。持ってるものを全部よこせ。出さないなら無理やり奪い取ってやる。
誰か助けてくれ。俺がしたかったのは略奪なんかじゃねえ。コキントを抜けてこの方についていくぞ。こんなところで終わりかよ。もっと暴れなかったぜ。よし、直ちに守備配置につけ。来たる戦闘に備えるのだ。ありがとうございます。このご恩は忘れません。関雲長、意を貫き進むのみ。皆の規範となるようこれからも精進せよ。よっ、手だ。今さらあがこうとも無駄よ。行け、蒼天の獣を打ち果たすのだ。くっ、いつまで持ちこたえられるか。援軍が来てくれれば活路も開けようが。うん、ここは捨てるしかないか。聴覚様、あなたを信じております。突破されれば花瓶殿の命が危なかった。よくぞ来てくれた。潘雲長、意を貫き進むのみ。よっ、目障りなとこは潰しちまうか。お前らついてこい。やっちまった。僕用の佐伯は無事かな。ほっ、突出するとは戦を知らぬうち。皆あやつらを打ち果たすのだ。あれは孫権殿の軍勢か。戦闘が出過ぎているようだが力を貸そう。この屈辱は城郭様が晴らしてくださる。覚悟しておくんだな。潘雲長、意を貫き進むのみ。
皆の規範となるようこれからも精進せよ。定まった敵の足場を崩し戦意を損、武器を捨て降伏するのだ。貴様らは民を惑わせ世を乱しただけよ。降伏など誰がするものか。天の奇跡を信じ戦い抜くまで。これが天、そして人工将軍の力。さあ本物がどれか見極めてみよう。ダイル、私は偽物だ。残念だったな。貴様ごとき本物が見抜けるはずがないわ。敵将討ち取ったり。おお、なんとも勇ましき戦ぶり。敵将討ち取ったり。マイル、まさか見破られてしまうとは。兄上、どうか我らの志を。戦線を突破できたか。よし、この勢いのまま進軍するぞ。意を貫き進むのみ。皆の規範となるようこれからも精進せよ。戦闘に備えるのだ。黄金島の奴らが町中に。誰か助けてくれ。総崩れになるなんてこれ以上は無理だ。撤退するぞ。 ありがてえ。俺たち見捨てられてなかったんだな。反運長、意を貫き進むのみ。なんだお前ら、この再起はな、
例の兵とは全く関係ねえぞ。我が義を貫かん。よけい。行の再起は無事なのか。誰の生み出した兵が消えただと。さては再起を壊されたか。これでよかろう。皆の規範となるよう、これからも精進せよ。守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。想定をいただく輩など敵ではないわ。ほっ、見よ、聴覚様より授かった完璧な布陣を。こちらに向かってきたか。正面から攻め寄せるとは愚かな。ほう、なかなか見事な陣をしだが、神のすることはどこかにほころびがあろう。ほっ、よっ、よし、守りを固めろ。奴らは近づけさせん。ここで負けてしまうと。長官様、お役に立てず申し訳ありません。敵の陣を突破できたか。援軍の働きに感謝せねばならんな。本運長、義を貫き進むのみ。見事な戦ぶりだ。黄金のやからめ許さんぞ。のしけらの分際で水道によってすでにお前は我が主張、私の罠に翻弄されるがよい。皆勲に追われ守備を忘れとる。仕方ない、わしらで守ろうか。おめえはここまでか。兄上に天の過去があらんことは。好き勝手に暴れおって、わしの計画が台無しではないか。蒼天すでに死す。蒼天まさに立つべし。本部ども、縁の奇跡を見よ。えい、変な力のせいでまともに戦えぬ。誰でもよい、聴覚を撃つのだ。天よ、当然たる氷の力を我に与えよ。
たちの救いは光天の世にあるんだ。よっほっおお天よ、我に力を授けたまえ。うんえいよ、反運長、意を貫き進むのみ。皆の規範となるよう、これからも精進せよ。狙いは定まった。敵の足場を崩し、戦意を損。マイル。狙いは定まった。敵の足場を崩し、戦意を損。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。ファイル。はっ。うん。へい。敵の狙いはこの地と見た。おのども、守備を固めよう。はっ。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻まぜぬ。いらぬおせっかいで勝手に敵を倒しよって、おかげでわしの考えておった策が台無しよ。なんだと？てめえの命を助けてやったんだぞ。礼の一つぐらい素直に言っとるとなんだ。義勇兵への助けなぞ借りたがるバカがどこにおる。大方わしに恩を売ろうという魂胆だろう。いやしいやつめが。参考まで。貴殿の考案された策とはいかなるものだったのか伺いたい。敵は多勢に対し、こちらは少数。その状況でまともに当たってどうする。劣勢に見せかけて都から援軍を出させる。その上で敵を一掃すればよかったのじゃ。それを倒してしまいおって、これでは劣勢に見えぬではないか、ルズどもが。しかしそのお考えでは味方の犠牲も増えましょう。貨幣であれば敵の胸をつくなど。味方なぞ死んだら補充すればよいのじゃ。そんなことを気にかけておったらいつまでも戦に勝てぬわ。もう貴様らに用はない。とっとと失せよ。長方を撃ったというのはお前か。どこの軍の者かと思ったが、まさか義勇軍の兵とはな。咎めるわけではない。むしろお前のような奴が誰にも仕えていないのが惜しいと思うくらいだ。名を聞いてもよいか。おお、覚えておこう。俺は孫文来。お前とはいずれゆっくりと話したいものだ。その時を楽しみにしているぞ。再起が全て破壊されるとは。ああ、我が力の源が。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。
烈なる雷の力を我に与えよ。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。天はお許しにならぬぞ。敵将討ち取ったり。皆の規範となるようこれからも精進せよ。よっ、黄金刀を率いる張角は倒した。官室に逆らおうなどとするからだ。なんだ、ここは官軍の陣だ。義勇軍のお前たちが入ってよいところではないぞ。報告に参りました。天皇将軍張角を討ち果たし、黄金軍をこの地より退けました。何をバカなことを。お前たちのような義勇軍に黄金の親玉が討ち取れるはずなど。偽りではござらん。我ら龍玄徳の軍が張角を討ち果たし申した。嘘だって言うなら前線の奴らに聞いてみるんだな。龍玄徳の軍だと聞いたことのない名だな。お前たちの功については確認し追って沙汰する。それまでは中山国暗記権の意図して任につけ。龍玄徳と言ったが、貴様恐れ多くも帝の血縁を名乗っているそうだな。どこぞの馬の骨とも知れぬ輩が不敬甚だしい。黄金討伐の功もでっち上げでやろう。てめえ、よせよくとく。管理殿、貴殿の言はあまりに道理に合わぬ。率直に申され何が望むか。貴様は多少は世の仕組みを心得ているようだな。側労へのねぎらい、父兄への贖罪、先ほどの非礼への詫び、それらに対して誠意を見せろということだ。賄賂をよこせと。役人たる私たちにもたらされる益は全て民が困窮の中から納めてくれた税による。我が身河合さんにその血税を差し出すことなどできぬ。我らは民が安寧になると信じ古今を鎮圧した。ところが世は何も変わってはおらぬ。苦しめる者が役人に変わっただけだ。ならば再び立てばよいではありませんか。兄者の志尽きたわけではありますまい。黄金で足りねえな。今度は役人どもをぶっ飛ばしゃいいんだ。俺らはどこへでもついていくぜ。
ありがとう、二人とも。我らの志なるまで三人で戦い続けよう。兄者、官軍や義勇軍の活躍により太平道の教祖趙郭は倒れた。ここに黄巾の乱は一応の収束を見る。だが世の乱れが収まることはなかった。都の洛陽では十条寺ら宦官と帝の外戚の一派が対立。外戚に味方した袁紹らが宮中に乗り込み十条寺を撃った。この騒動に乗じて上洛したのが清涼の豪族董卓である。董卓は帝の身柄を奪うと自らは大尉の座につき権力を独占、暴虐の限りを尽くした。諸侯はこの状況に強い危機感を抱いていた。高僧さん殿、ご健勝そうで何よりです。この二人は私の兄弟、関羽、張飛と申します。おお、聞いておるぞ。黄巾党を相手に凄まじい戦果を挙げたという豪傑だな。しかしどういう風の吹き回しだ。むしろを打ってつつましく暮らしていたお前がこのような異常夫たちと乱世に立っているとは。そのつつましく暮らしていた村にまで黄巾の脅威が迫ったのです。もはや乱世の片隅で安穏と過ごしてはいられない。そう思っていた時、彼らと出会い義勇兵として立ったのです。ほう、それでお前は乱世に立ち何をなそうというのだ。目の前の苦しむ人々を救いたい、それだけのことです。それだけか。言うはたやすいが、その理想はあまりにも高いものだぞ。お前も知っていよう、今の惨状。董卓が政治を意のままにし、国は混乱を極めている。はい、黄巾の騒乱よりもひどい有様です。ただ一人の欲のために民が窮している。このような非道あってはなりませぬ。その一途に何かを考えるところは昔と変わらんな。関羽、張飛と言ったか。こやつは一途すぎて少々危ういところがある。どうかこれから先支えてやってほしい。よっしゃ。
馬がご入り用で。またお待ちしてます。そなたは確か劉備殿の義兄弟、黄巾討伐での活躍は聞いておりますぞ。実はちょうどあなたのような英傑に頼みたいことがあったのです。誰にでも頼める願いではないので逡巡しておったのですが、ここであったも何かの縁、聞いていただけませぬか。おお、ありがたい。あまり大きな声では話せませぬので、もそっと近くへ。わしは今去るお方を秘密裏に消そうという話を進めております。その実行役を買ってくださったのは名士曹操殿。しかし剣を一振り渡し洛陽へと送り出したは良いのですが、未だ帰ってこぬのです。そなたにお願いしたいのは他でもない。中に行って様子を見てきてはくれまいか。わしが見に行っても良いのですが、近頃城中は物騒になっておりましてな。董卓様のご機嫌いかんでは、何の罪がなくとも簡単に首をはねられてしまう。あのような場所、わしのような気の弱い老人にはとてもとても。危険を承知でお願いしたい。洛陽の城中で曹操殿を探してもらえないだろうか。どうか一つ頼みましたぞ。董卓のいる宮城は長領が守っております。うちを探る際は十分お気をつけくだされ。
お気をつけて。ほっ。せよ。せ。うん。ほっ。せ。ふっ。よっ。ほっ。実は。感謝。虎の餌がなかなか取れなくて、誰か代わりに持ってきてくれないかな。おお、ありがたい。では、何卒よろしくお願いします。あー、餌ですね。ありがとうございます。これで虎の空腹も満たせます。そうだ、ラクヨにも虎がいるんですよ。いつも苛立ってるみたいです。よろしければこれをお持ちください。虎も言うことを聞いてくれるはずです。何を召し上がり、またのお越しを。
ありがとうございました。ほっ、いらっしゃい。毎度どうも。うん、またお待ちしてます。よっ、今後ともごひいきに。いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。いいもの揃ってますよ。ありがとうございます。いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。ほっ、よっ、ほっ。いらっしゃい。毎度どうも。よっ、いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。よっ、ほっ、せよ。いらっしゃい。毎度どうも。いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。おや、実は私、狩猟応援してます。おや、これはこれは。その後調子はいかがですか。よっ、
ありがとうございます。実は昔、結構、どうもその時の傷が痛んで仕方ない。よければ薬になるものをもらえないだろうか。それはあり…おお、これは効きそうだ。お、洛陽には侵入しやすい場所があってな。俺も昔、よくそこから忍び込んだもんだ。近くに俺の昔の仲間がいるかもしれない。よくわからなかったらそいつに聞くといい。怪しい者はおらぬか。一瞬たりとも気を抜くな。はい。さて、どうしたものか。お主は確か劉備であったか。曹操殿、一体このようなところで何を。誰でもよい。早く曹操の首を取ってまいれ。すまぬが、今は事情を説明している暇はない。わしと共に来い。敵の狙いはこの地と見た。者ども、
守備を固めよう。ここまで来ればよいだろう。それでお主は何をしておったのだ。私はオウイン殿に頼まれ曹操殿を探していたのです。何やら使命を帯びて宮城に向かわれていたとか。オウイン殿か。そうか。お主たちにならば話してもよかろう。わしは董卓を暗殺するため城に入ったのだ。なんと董卓を。やつこそ国を滅ぼす害毒。早々に除かねば黄巾の騒乱以上の混迷を招くであろう。だが寸出のところでしくじってしまった。そして逃げ出したというわけだ。なんという。わしは一度洛陽から離れ再び董卓を倒す算段を練る。劉備よ、お主も生き延びたくばここを立ち去るがよい。わしの失敗により董卓は今まで以上に警戒心を強めるだろう。黄巾平定で功を挙げたお主が不用心にうろついていては何をされるかわからぬ。忠告確かに受けたまりました。紀州にいる袁紹が董卓討伐の軍を挙げるにあたり我らに参加を要請してきた。おお、あの名族袁紹殿がついに動かれたのですね。実際に動かしているのは袁紹の知己曹操だろう。届いた檄文もおそらく奴が書いたものだ。自らに諸侯を動かす力がないと知り袁紹を頼ったか。なかなかしたたかな男よ。曹操殿が。これが洛陽で言っていた董卓を倒す算段。公孫さん殿はどうなさるおつもりか。断る理由はなかろう。どうだ、お前も共に来るか。はい、ぜひ我らも同道させていただきます。この戦いで欲のままに国を牛耳る董卓を討てば民たちの暮らしも好転しましょう。劉備よ、世の仕組みはそう簡単ではないぞ。混沌が深まった悪因は董卓だが、そもそもの起こりは官室の権威が落ちたからだ。その官室の権威を取り戻さねば世の乱れは真に収まらぬ。それは承知しています。ですがこれはその第一歩となると私は確信しているのです。諸侯が手を取り合い一体となって
漢王朝に救う悪を討つ、これこそ国のあるべき姿ではありませんか。そうだな。今はまず目の前の董卓を討つことに集中しよう。劉備、そしてその義兄弟たちよ、黄巾の時以上の奮戦を期待しているぞ。よし、いざ。ん？何じゃ。檄文一つでこれほどの諸侯が一堂に会するとは、やはり炎章殿の影響力は凄まじいですな。ふっ、それだけ董卓の野郎が嫌われてるってことだぜ。よう売れ牛がこれほど多いとは、とても心強いことだ。来たか劉備よ、お主は必ず参じると思っておったわ。曹操殿、ではあの檄文はやはり。うん、董卓を討つには小細工は通じぬと分かった。ならば正攻法を用いるほかあるまい。これだけの諸侯で囲めば今度こそ奴を仕留められるはず。お主たちの働きも頼みにしておるぞ。はい、必ずや董卓を討ち果たし、世に安寧を取り戻しましょう。一つだけ言っておこう、孤狼館に布陣する呂布には気をつけることだ。奴は乱世に放たれた野獣、鬼神のあだ名は伊達ではないぞ。けっ、呂布だかなんだか知らねえが、俺らが負けるわけねえじゃねえか。なあ兄じゃ。うん、だがあの曹操殿が警戒するならば、よほどの手だれなのであろう。心に留めておくべきやもしれんな。そうだな、我らの目的は呂布を倒すことではない。避けられるならば大佐の方が無難かもしれぬ。ではそろそろ行くとしよう。世の安寧のため、民の平穏のため、董卓を討つのだ。連合軍に集った勇士たちよ、洛陽へ攻め上がり、董卓を討ち果たすのだ。我々は友軍の援護へ向かう。急げ。見ておれよ。クズどもが群れよって、止水艦と孤狼艦を抜けると思うな。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。
ここで防御体制を取るのだ。東軍の進撃もこの止水艦で終わりだ。太夫様がいる限り誰も通さねえ。来たな、連合軍め。兵衛部隊を攻撃から狙い撃ちにしてやれ。止水艦前の仲間が退けられたか。彼らの胸を我らで晴らすのだ。敵を越えて連合軍を迎撃せよ。仲間の奮闘を決して無駄にするな。この俺が敗れるとは、連合軍の大したもんだぜ。反運長、意を貫き進むのみ。おお、頑張ってんだ。その調子で行けよ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。助けてください。村に到着軍が攻めてきて無理やり食料を。参る。はっ、やるわ。わしらを助けてくれるなんて、心の優しいお方よ。我が義を貫かん。よへい、行くぞ。せや、よほっ、よ見ておれよ。よはっ、助けてくださるのですか。ありがとうございます。赤が孫楽と思ったが連合軍がいたか。行くぞ。敵軍を撃退する。あなた様は命の恩人じゃ。包囲されたようだ。いつまで籠城を続けられるか。何が高等の虎よ。尊敬どもが城にこもって吠えもせぬ。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。援軍さえなけりゃ撤退する。苦しい戦いだったが、おかげで助かる。礼を言う。これで洛陽へ攻め入る準備が整った。西回りで進軍し東卓を撃つぞ。
西の用心城で三軒軍が囲まれておる。一刻も早く兵糧を届けたいところだが、この先で東卓軍が道を塞いでおるのだ。奴らを倒さなければ兵端は滞ったままよ。貴様、腕には自信があるのだろう。東卓軍を倒し、輸送部隊を援護してみせよ。東卓軍はこの先にいる。さっさと行くがよい。良い働きをするのう。その分出し惜しむでないぞ。なんだ、やられに来たか。返り討ちにしてくれる。ここを突破する。大卓軍を蹴散らして進め。攻撃を開始する。連合軍の奴らを挟み撃ちにしてやれ。待ち伏せしたはずが返り撃ちに遭うとは。貫き進むのみ。おお、素晴らしいご活躍。うなれ、目障りなとこは潰しちまうか。ついてこい。あの要所を抑えた方が勝ちそうじゃな。急行せよ。この拠点は落とさせん。援軍輸送の隊人、必ず全うしてみせるぞ。我が義を貫かん。よし。これで勝ったと思うなよ。敵将討ち取ったり。これはこれは、いつもながらお見事ですな。あの要所を抑えた方が勝ちそうじゃろ。急行せん。いない竿に追われ守備を忘れとる。仕方ない、わしらで守ろうか。目障りなと
ここは潰しちまうか。お前らついてこい。これは泣くように兵が遅れない。王達様に何と詫びれば。潘雲長、意を貫き進むのみ。近くの集落に知識豊かな学者がいる。今は士官の誘いを断り隠居しているようだ。きっと董卓の専横に嘆いているだろう。我々に知恵を授けてくれるかもしれない。しく金と食料を置いていけ。さもなくば命はないぞ。囲まれたか。せよ。こりゃかなわねえ。あなたは命の恩人だ。なんだって？学者を探している？大陸、そんな人は見なかったな。役に立てず申し訳ない。我が義を貫かん。よけい。ありがとうよ。なんだい、学者を探しているのか？いや、そんな雰囲気の男を見かけたよ。さっき南の方へ歩いて行った。命が惜しければ金を出しな。山賊だ。サブルガちゃん、どうか助けてくれ。なんだい、学者を探しているのか？それらしき人は見なかったな。おとなしく金と食料を置いていけ。さもなくば命はないぞ。囲まれたか。命の恩人だ。なんだって？学者を探している。先ほど学者風の男を見かけたよ。オーガの川辺に向かってたようだが。何か用ですかな。ふむ、董卓を倒すため知恵が欲しいと。わしは世の乱れに背を向けた卑怯者。あなたのような真摯さは持ち合わせぬが、共に洛陽の地へ向かいましょう。何かお手伝いができるかもしれない。
長、意を貫き進むのみ。これはこれはいつもながらお見事ですな。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。守りは我らが受けのと、決して何者にも抜かせはせぬぞ。連合軍など所詮は雑魚の寄せ集め、俺が蹴散らしてくれるわ。されているではないか。連合軍の力、こんなものではないはずだ。なかなかやるではないか。ここは引くぞ。マイル、教託軍が撤退していくぞ。援軍の協力に感謝しよう。わしらのために戦ってくれるとは、このご恩一生忘れません。なれ、村を助けに来てくれたのか。ありがてえ、ありがてえ。こんなはずでは。村の全員を救ってくださるなんて、これは村に代々伝わる宝ですな。パン、意を貫き進むのみ。やってくれるぜ、さすがは兄者だ。パン運長、意を貫き進むのみ。よくやってくれた運長。我らが受け元、決して何者にも抜かせはせぬぞ。敵の痛いところをついておる。狙うはあの地だ。行くぞ。雑魚どもが、俺を楽しませてみろ。Thank you.
五郎館を抜けば洛陽は目前なのに、よりによって鬼神呂布が守ってるとは。我が義を貫かん。余計敵め、軍不相応な場所、目障りだ。我が軍でもらい受けるぞ。機を逃してはならん。せめんげい。我が軍の勢いもはや止められまい。迅速に攻略せよ。艦が開いたぞ。どうなってる。かの地を攻め、これを接収する。みんな進め。ほっよっ。トウタクすら打てぬ輩に負けると、けっ次に会ったら命はないと思え。おお、あの呂布を倒すとは。この勢いで洛陽を攻めましょう。なんという部下、敵ながら感服するほかない。やるぞ。あなたは東卓軍から村を救ったと噂の、どうか俺たちにも力を貸してくれませんか。村の近くに東卓軍が現れたらしいんです。急ぎ戻りたいのですが、道中にも毒が出るかもしれない。村まで一緒に来てくれませんか。ああ、一緒に来てくれるんですね。足手まといにならないよう頑張ります。行くぞ。ほっ。よし、あなたは、よくやってくれた運長。こんなところをうろついてるやつがいるぜ。おい、身ぐるみ剥がしてやれ。マイル、よこせ。ほっ。
人な連中だな。お望み通り襲ってやるぜ。もう少しで村だぞ。あと少しだ。あなたには感謝してもしきれません。あなたのような人と共に戦いたい。ここで連合軍への志願を募ってみます。身の程知らずのクズどもが、わしの主治に国の邪魔はさせんぞ。よっ、よっ、よっ。正門の守りは固いが、この兵器で突破する。勝者進軍開始。ほっ、正門前に妨害柵が設置されています。勝者の進路を妨げているようです。この戦、鍵を握るは工場兵器か。よし、我らは勝者の護衛を行う。手触りなハエがおるわい。叩き落としてくれるわ。光沢軍は兵器を用いてきましたか。となれば策があります。工作兵を使わしましょう。これで敵の兵器を一部止められるはずです。ふん、学業なんぞくれてやるわ。さっさと長安へ引くぞ。逆賊東卓を打ち払い、洛陽を奪還した。連合軍の大勝利を。皆勝ち時をあげ。伝令、山岳拠点連合軍により制圧。後方支援部隊が撃破されました。何、援軍はもう来ぬということか。何をやっておるのだバカどもめ。おおお、董卓をついに打ち果たしたのか。いえ、残念ながらここで打つことは叶いませんでした。なんだと。では何の用があって来たのだ。は、董卓は洛陽より西方へ逃げたというご報告に上がりました。董卓め、どこまでしぶといのだ。もうよい、ここは引くぞ。お前たちもさっさとしたくせい。お待ちあれ。董卓は体制も整わぬままに逃亡しております。直ちに全軍をもって追撃をすれば、その首を取ることはたやすいことでしょう。追撃はせぬ。こちらの被害も少なくないのだ。一度引き、体制を立て直すことが肝要である。それでは董卓も軍勢を立て直し、討ち取るのがより困難になりますが。義勇軍風情が私の指揮に口を出すなど、100年早いわ。我らは洛陽より撤退し、再び董卓討伐の策を練る。これは総大将たる私の命である。全軍に撃せよ。撤退の準備を急げ。
呂布よ、親子の契りを破り恩を仇で返すか。親子だと？笑わせるな。貴様はここで終わりだ。おのれ右つね、貴様がたぶらかしおったか。他には贅沢な墓だ。これから先俺は俺の道を進む。トウタクは呂布の手にかかり死んだが、民たちの暮らしが良くなる様子は一向にない。未だ漢王朝は利権を貪る者どもの巣窟になっております。にわかには変わらぬでしょう。くそ、どんだけぶっ飛ばさなきゃならねえ奴がいるんだこの国は。それほどにこの国の困窮は根が深いということか。で、これからどうするよ。連合軍も解散しちまったし、俺たちだけで都に乗り込むか。いや、それは無謀と言えよ。大義名分もなく都へ攻め入っては兄者が逆賊となってしまうぞ。今はひとまず至福の時としよう。いつか必ず我らの力が必要とされる時が来るはずだ。お前たち二人には苦労をかけてすまないと思う。だがどうかここは耐えてくれ。謝ることは何もねえ。兄者は兄者の動きたいように動けばいいんだ。さよう。兄者の志を支えることが我ら兄弟の役目。待てと言うならいくらでも待ちましょう。いくらでもか。民が困窮する時世をこれ以上長引かせたくはないのだがな。よくやってくれた運長。よっ、ほっ、ふっ、てよ、よっ、ふっ、は、てよ。袁紹を名手とした反トウタク連合軍は トウタク軍に勝利。連合は解散し、諸侯はそれぞれ帰るべき地へと去っていく。一方、長安へ逃れたトウタクは呂布の裏切りに遭い、あえなく撃たれた。世が混迷を極める中、各地へ散った軍友たちが動き始める。初めに頭角を現したのは名門袁家の袁紹と袁術である。二人は力を競ってしのぎを削り、対立は激化。諸侯もそのどちらかにつき、二大派閥を形成していった。
だが派閥に属す者たちも胸の内には違った思惑を秘めている。それぞれが己の野望を果たすため動き出そうとしていた。劉備殿、そして義兄弟のお二方、よくぞおいでくださった。そのご活躍や人望の厚さは聞き及んでおります。皆さんに来てもらったのは他でもない、この徐州を守っていただきたいのだ。遠州の曹操が力をつけ、この徐州を脅かしている。私のような老骨では守りきる自信がなくてな。刀剣殿ほどの方に肯定いただけるとは恐れ多いことです。この劉玄徳、弱敗ながら徐州の安寧のため力を尽くしましょう。州の僕から呼び出されるとは、兄者も有名になったもんだぜ。安心しな、曹操なんざ軽くひねってやら。うん、我らの刃にて徐州を乱す悪逆を一掃せん。兄者の特使、この地より世へと広めましょうぞ。目の前の困っている人々を救っていけば、いずれ必ず平穏な世を迎えるはず。雲長、翼徳、まずは徐州に太平をもたらすのだ。劉備殿、いよいよ曹操がこの城へ向けて大軍勢を動かしてきた。奴らの通った後には草一本残らぬという報告だ。なんと凄まじい行軍か。妙でござるな。確かに先の戦での曹操殿の攻勢は苛烈を極めておられた。されどむやみに暴虐を振るわれる御仁ではなかったはず。その理由は分かっておる。先日曹操の父である曹数殿が徐州で殺された。我が配下の手によってな。ん？じゃあ曹操にとってはおめえは父親の敵ってわけか。だが曹数殿を殺したのは私の命によるものではない。曹数殿の罪に目のくらんだ兵が勝手に起こしたものなのだ。自分らで攻め込まれる理由作ったってことかよ。そんな言い分が奴らに通じるわけはねえな。曹数殿を殺めた罪は許されるものではありません。しかしその報いとして罪なき民たちを虐げ蹂躙するなど絶対にあってはならぬ。さよう、いかな理由があろうと義を見失いいたずらに世を脅かす輩は打ち果たしましょうぞ。おうよ、曹操なんぞに俺らは負けねえ。私が頼れるのは劉備殿たちだけだ。よろしく頼みましたぞ。雲長、曹操殿の無念はわかるが非道は許されぬ。何としても刀剣殿と徐州の民を守るのだ。
よ。敵の要所を叩く。守りは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。まずは幼稚を制する。勝敗の奪取こそ我が責務。責務も果たせぬとは、この失態現に受け止めねばならぬ。撃ち取ったり。反雲長、意を貫き進むのみ。よくやってくれた雲長。やってくれるぜ、さすがは兄者だ。守りは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。おっと、ここは通行止めだ。さあ、とっさと帰った帰った。足を抑えねばならぬのに、あの弓を前にしては鎧を近づけぬ。おい、うなれ、
山にも曹操軍がおります。ここからなら攻撃できますぞ。反雲長、意を貫き進むのみ。その勢い誰にも止められますまい。うん、へい、しよ。防御体制を取るのだ。腹が減っては戦はできません。敵の兵糧庫を潰してやりましょう。Boom!
なんとも勇ましき戦ぶり。兵糧庫はかなり破壊できましたね。もう少しです。お見事なお働き。敵の兵糧庫はあとわずかです。よし、ここで防御体制を取るのだ。兵糧庫を全部潰されるとはさすがです。これで奴らの士気もガタ落ちでしょう。潘雲長、意を貫き進むのみ。いかなすしりを受けようともわしは引かぬ。立ち塞がる者は切り伏せるまで。破壊されています。食うものがなくては戦え。なんということだ。
大変です。兵糧庫が多数ています。食うものがなくては戦えん。なんということだ。
失えば我々は援軍を得られない。何としても守り抜かなければな。こいつは痛いな。援軍を見込めなくなってしまった。伝令、船着き場を確保しました。これで敵の増援は来られません。潘雲長、意を貫き進むのみ。お見事な武勇、頼もしいですな。曹操は血も涙もねえって噂だ。奴らに撃たれた人々の体で川がせき止められたとか。きっと俺たちも。案ずるには及ばぬ。我ら劉玄徳の軍が敵を打ち払おうぞ。お主たちは城へと向かい、刀剣殿の保護を受けよ。申し上げます。船着き場が敵に破壊されてしまいました。なんだって、それじゃ増援を呼べないじゃないか。曹操軍がこっちに来る。水戸がお助けを。曹操軍が来た。なんとお礼を言っていいか。本当に助かりました。潘雲長、意を貫き進むのみ。そうだ、守りを固めておくぞ。これも殿の大望がため、総志向激陣をかけん。我が義を貫かん。よけい。わずかにした騎兵を失うとは、なんと不甲斐ない。敵将討ち取ったり。潘雲長、意を貫き進むのみ。素晴らしいご活躍、お見事です。やってくれるぜ、さすがは兄者だ。いかなそしりを受けようとも、わしは引かぬ。立ち塞がる者は切り伏せるまで。
刀剣に封し、わしの前に立つから、銀に生きる竜儀らしい。だが志だけでわしを止められると思うな。全員総力を挙げて竜儀軍を打ち崩せ。我が魂の竹、受けてみよう。よくやってくれた運長。よし、直ちに守備配置につけ、来なる戦闘に備えるのだ。ジャイク様より伝令、至急巨匠へお戻りくださいとのこと。今は引くしかあるまい。劉備よ、貴様とはまた会うことになろう。言いてくれたか。俺の家中を守り抜け。敵将を討ち取ったり。おお、なんとも勇ましき戦ぶり。曹操が徐州より撤退してゆく。劉備殿、関羽殿、張飛殿、この当教祖感謝に耐えませぬ。刀剣殿、油断はできませぬぞ。敵は我らに負けたというよ。何やら急な事情が発生して撤退した様子であった。何かよからぬ企みでなければよい。まあいいじゃねえか、どっちにしとって追っ払ったんだからよ。そなたたちを頼ったわしの目に狂いはなかった。劉備殿、この老いぼれの頼みをもう一つ聞いてはくださらぬか。どうかその忠国の志を持って徐州の主となっていただきたい。刀剣殿、そのような大役、とても私のような青二歳には。徐州は守られましたが、多くの民が犠牲に。私たちがもっと早く動いていれば。劉備殿、これはわしだけのためではない。その徐州の民のためでもある。この地を外敵から守り、民を思った内政を行う。それを正しく行える者は多くないのだ。劉備殿、そなたにはそれができる。どうか引き受けてほしい。兄者、刀剣殿がこれほど頼んでおられるのです。引き受けてはいかがか。そうだ、兄者ならやれるぜ。刀剣殿、弱敗ながらこの劉玄徳、徐州牧の任務お受けいたそう。ありがたい。これでこの地も末永く繁栄しよう。わしの胸に仕えていたものも全てなくなった。劉備殿、あとは頼みましたぞ。は潰しちまうか。お前らついてこい。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。
よっ。呂布殿、陳宮殿、ようこそおいでくださった。どうかこの徐州を自らの家と、私を家族と思いお過ごしくだされ。おお劉備殿、なんとなんと温かいお言葉か。ここはお言葉に甘えさせていただきますぞ。ささ呂布殿。何がお言葉に甘えるだ。ここに来たのだっててめえの蒔いた種だろうが。留守を狙って遠州をかっさらったら、早々に逆襲されて追い出されたんじゃねえか。兄者、果たして呂布に留め置くだけの芯がありましょうや。わからぬ。だが彼らは今寄る地もなく窮している。ならば手を差し伸べてやらねば。それが我が志なのだから。承知。ならば我らはそれを全力で支えるまで。誰でも彼でも助けりゃいいってもんじゃねえと思うがな。ま、兄者がやるってんなら俺はそれに従うぜ。劉備殿、炎術が出兵の準備を進めているとのこと。おそらくこの徐州へと攻め込むつもりなのでしょう。なんと炎術殿が。近頃の炎術殿は領土拡大に執心の様子。おそらく炎州の曹操よりはこちらが攻めやすいと考えたのでしょう。上等じゃねえか。俺らを甘く見たことを後悔させてやるぜ。いや、よくとく。お前は呂布殿と共に留守居を頼む。敵は私と雲長で迎え撃つ。ちょっと待ってくれよ。何言ってるんだ兄ちゃん。俺も一緒に。三人揃って徐州を離れることはできぬ。火急の事態が起きた時に客人である呂布殿に迷惑がかかる。そうなっては申し訳ない。故に誰か残っていなければならんのだ。留守居も大事な責務。ともすれば遠州より曹操が攻め来るやもしれぬ。だが欲得の部さえあればいかなる敵も打ち払えるという兄者のご判断だ。まあそれはそうだけどよ。なんで俺が呂布なんかと。劉備殿、こちらの心配は何もいりませぬ。留守のことはお任せあれ。我らでしっかりと徐州を守りますぞ。うん、すまぬが陳宮殿、よろしく頼む。よくとく、徐州は任せたぞ。私や雲長がいないからといってあまり羽目を外すなよ。劉備殿、一大事にございます。可否城より知らせが参りました。呂布が我らを裏切り城内を掌握、さらに劉備殿を討つべく軍を差し向けたとのことです。なんだと。兄者。よくとく、どうしたというのだ。どうもこうもねえ。呂布の野郎、俺がちょっと目を離した隙にいきなり攻撃してきやがった。よく徳がいながら襲ってくるとは、なんと大胆なことを。よく徳、いささか匂うぞ。もしやお主。ちょっとだけだぜ。誰かの差し入れだとか言って酒が来たからよ。大方酔ってうたた寝でもしていたのであろう。兄者が羽目を外すなと釘を刺したではないか。
すまねえ。もうよい運長、過ぎたことを責めても仕方あるまい。兄者、こうしては折れません。急ぎ城へ戻らねば。ああそうだな、徐州は刀剣殿から預かった大切な国だ。呂布に渡すわけにはいかぬ。呂布から鍵城を取り戻す。皆私に力を貸してくれ。まずは鍵城内に攻め込みましょう。こもる将を討ち取らねばなりますまい。守るぞ。まさか負けるなんて。かつてはこちらが勝っていたのに。我が義を貫かん。やってくれるぜ。さすがは兄者だ。劉備軍の実力を見誤っておったわ。ここは引くしかあるまい。よくやってくれた運長。入る。突破するとは、これが劉備軍の真の強さか。おお、北条を守ることができたぞ。あの呂布軍に勝ったんだ。潘雲長、義を貫き進むのみ。おお、なんとも勇ましき戦ぶり。呂布軍の勢いの前に我らはなすすべもありませんでした。皆様に合わせる顔がありません。ビジク殿、ご無事で何より。今は窮地を脱することを第一としましょうぞ。いらっしゃい。毎度どうも。
いいもの揃ってますよ。ありがとうございます。ほっ。ふっ。よ。いらっしゃい。毎度どうも。よっ。ほっ。いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。よっ。せよ。よっ。へい、いらっしゃい。毎度どうも。よっ。せよ。いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。ほっ。ふっ。よっ。へい、いらっしゃい。毎度どうも。決して何者にも抜かせはせぬぞ。
地を突破し火器へ向かわなければ。よし、いい流れだ。このまま押し切ってしまえ。参る。おお、真の三国無双を間近に拝めようとは。敵将討ち取ったり。その勢い誰にも止められますまい。せいぜいあがくがいい。今さら火器に向かっても意味はないがな。守りは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。助手はもう緑殿のものだ。そこも素直に明け渡せ。誰が呂布なんぞに。皆意地でも守り抜くのじゃ。進め進め、我らが軍の屈強さ思い知らせてやれ。可否に言っても無駄なことはどうせ追われることになるのだ。無駄な抵抗をいくらあがこうが可否は取り返せんぞ。反運長、意を貫き進むのみ。なんとも勇ましき戦ぶり。しぶとい野郎どもだ。可否は俺たちのものだというのに。反運長、意を貫き進むのみ。よくやってくれた運長。北に光純殿、南には増波殿の軍勢がいる。この道を狙うと思っていた。和飛城へは近づけさせぬ。いざ長軍へ。全力にて湧いていたす。我が義を貫かん。短期とはさすが関羽殿、豪胆だな。突破されたか。腕をしまけるとは。敵将討ち取ったり。反運長、意を貫き進むのみ。さすがですな。俺の活躍の場残しといてくださいよ。やってくれるぜ。さすがは兄者だ。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。この光純に挑もうとはいい度胸だ。よかろう、その勝負受けて立つ。これは兵を統率できん。これは必死か。敵討ち取ったり。
ン雲長、意を貫き進むのみ。勝負しおってか、笑わせる。この造船庫が相手だ。覚悟しやがれ。しくじった。俺がいなきゃ兵たちは混乱しちまう。本雲長、意を貫き進むのみ。よくやってくれた雲長。劉備軍がここまで来た。想定よりも早かった。降りる。だがもう手遅れだ。可否は父上のもの、引き返してもらおう。お前の相手、鬼神の娘が務めよう。覚悟しろ。降りる。守りは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。城内への侵入を許してしまうとは。父上、お許しください。あとは呂布の野郎だけだが、あいつどこにいやがる。敵将撃ち取ったり。劉備、今さら帰ってきても遅い。この城は徐州はすでに俺のものだ。呂布てめえ、兄者から受けた恩を仇で返しやがって。ふん、悪いのはお前たちだ。弱い奴が国を治めるから炎術なんぞに攻め込まれる。国の長は強くなければならん。だから俺がこの国を治める。そしていずれ炎術や曹操を倒し、俺が最強だと天下に示してやる。己が武を誇示せんがため、兄者の思いや志を踏みにじるとは許せぬ。上等だ。最強だとか抜かすてめえの鼻っ柱、ここでへし折ってやる。お二方、ここは抑えてくだされ。すでに城内は呂布軍が掌握、外も包囲されています。ここで呂布と戦うのは万有というもの。呂布殿、我らは武器を収める。それをもって降伏の意図させてもらいたい。兄者、呂布殿、お前の気持ちはわかる。だが私はこれ以上上州での戦乱を長引かせたくないのだ。戦が続けば民たちはそれだけ困窮することになる。刀剣殿との約束を果たすためにそれだけは避けなければならない。承知いたした。良いな、よくとく。くそ。結局居候に逆戻りか。しかも呂布のもとでよ。民のために戦ってたはずが、気がつけば呂布のためになってやがった。兄者、兄者のやりたいのはこんなことじゃねえだろ。よくとく、よさぬか。お主にも一片の責任はあるのだぞ。良いのだ雲長、よくとくの言う通りだ。目の前の者を救いたい、そう思って呂布を迎え入れたんだ。結果として徐州にいらぬ戦乱を招いてしまった。私はどこで間違いを起こしてしまったのだ。
劉備殿、呂布が可否より出撃したとの知らせがありました。まっすぐこちらへ向かっているとのこと。狙いは劉備殿でしょう。チッ、本性荒らしやがったな。俺が今度こそぶっ潰してやる。待て、可否から勝敗へ移る際、我らは多くの兵を取り上げられている。少ない手勢で呂布軍とまともに当たっても勝ち目はあるまい。じゃあどうすりゃ言ってんだ。このままここで黙ってろって言うのかよ。劉備様、巨匠より急報です。巨匠、曹操からだと。どのような内容だ。はっ、勝敗から巨匠へと移られれば劉備様を保護するとのことです。は？そんなもん誰が信用するか。奴はこの徐州へ攻めてきた奴だぜ。罠に決まってる。放っておこうぜ兄者。急ぎ伝えてくれ。今より我ら巨匠へ向かうと。はっ。おい、正気か兄者。運長の言う通り、今の我らに勝ち目は薄い。この窮地を生き延びるには曹操の申し出を信じるしかないのだ。承知いたした。ならば我が刃にて兄者の結露を開きましょうぞ。兄者が信じるっていうなら俺はそれに従うだけだ。巨匠まで一気にかけるぜ。園長、緑徳、一緒にとどまれぬ私の不甲斐なさを許してほしい。だがここで果てるわけにはいかぬ。私にはまだなさねばならぬことがあるのだ。は、今の私たちでは呂布軍にはかなわぬ。園長、翼徳、曹操殿のいる巨匠へ向かうぞ。味方が各地で呂布軍と交戦しています。できる限り救出しながら進むべきかと。ここで劉備軍を滅ぼしてやるのだ。みんな呂布軍を食い止めよ。この城は何としても死守するのだ。守りは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。ほっ、バカな。最強の俺たちが押し返されたんだと。オイル、クソだ、どうなってるんだ。劉備軍の方が強いなんて、そんなはずは。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。最強の俺たちを忍ぶとは、俺には上がいるってことか。反運長、手を貫き進むのみ。よくやってくれた運長。
今頃可否に何の御用ですかな。戻る地をお間違えとは言葉もありませぬ。俺に勝ってもこの城は取り返せないぜ。城内はすでにこちらの兵であふれてるからな。敵将討ち取ったり。やってくれるぜ。さすがは兄者だ。よし、ここで防御体制を取るのだ。ふん、雑魚が戻ってきよう。後ろは俺のものだ。つまみ出してやる。参る。ふんうん、策で一気に決めちまうか。この程度なんともないわ。可否城内には無数の兵がいる。わしを倒したところで何も変わらんわ。新高台のお相手をしていただけますかな。敵も少しはできるか。面白くなってきたぜ。我が義を貫かん。ロケイ、我らが倒れたとて城内はすでに掌握済み。今更できることなどありませぬぞ。新旧兄者に対する不義理、その責めは負ってもらおう。不義理、裏切り。いえいえ、我らは助手のために立ったのです。あなた方は緑殿が助手を治めていることを快く思わなかった。ゆえに変な気を起こされる前にこちらが行動を起こしたまで。おとなしくこの地より去っていただきましょう。よくやってくれた運長。よし、ここで防御体制を取るのだ。反運長、火を貫き進むのみ。やってくれるぜ。さすがは兄者だ。新旧殿、高順殿、ロハ殿がやられた。我々では残った兵を統率できぬ。投げていても仕方がない。前線から可否の防衛に人員を割こう。少領様に伝令、可否より応援要請です。新旧様、高順様、ゾハ様、敗走とのこと。救援したいが、私は巨匠を守らねば。誰か可否への加勢をお願いしたい。
手だ。は、手だ。我が義を貫かん！ロケイ！